んーと、T さん。そういえば、ずっとお聞きしたいことがあったのですが、スパチャの時のダンスはいつ生まれたんですかなぜやろうと思ったんですかあ、それはね、えっ、ー、と、このメインのチャンネルで、どこにでも行くドスコイのね、昔の方の動画でね、ドスコイが YouTuber っぽく喋ったらこうなるみたいな動画があるんですけどね、そこでね、ドドドと、ドドってなんか踊ってるんですよ。うん。まあ、それはなんか、あ僕の中の YouTuber っぽい YouTuber のイメージだったんですけどね。うん。で、まだ、あの頃はまだ多分ね、 あのーなんかユーチューバーイコールなんかエンタメ系の人がまだ多かったのかな今はねユーチューバーイコールなんかこうななんかなんていうのエンタメ系とも限らないですけどねうんえっとなぜやろうと思ったあ誰かがね誰だったか誰かがねあのスパチャもらったらドドッとドロってやったらいいんじゃないって誰かが言って だいぶ前にね、うん、そ,れそっからなんかずっとやり続けてる気がします <laughs> もう1年以上やっててますよ多分ええとですねなごみちゃさんスパチャもらってどんどん前にするようになったのは確か一昨年のおと,おととしのえっ、ー、とハロウィンなマンションの時だったかなあそうなんですかええー、さすなごみちゃさんよく知ってますああのハロウィンの時にあ,あの時からやるようになったんですねうーん なんか今度見てみようって言おうと思ったけどもあのー、あれ何なんか見るあの僕昔の「ドスコイ見るのもなんか自分が気持ち悪くて見れないのでねちょっと見れないです。あの皆さんもしよかったらね「ドスコイの初の「ドドの舞」そのおととしのハロウィンハロウィンの時のね生配信ただメインのチャンネルにあると思うんですけどそこでやってるみたいなのでもしよかったら見てみてくださいね。<laughs> ありがとうございますドドッとドドッ。<laughs> <laughs>